それ以来十両が続いていますが、今場所は返り入幕チャンスの番付、西の十両2枚目白星先行2勝1敗です。十両最後の一番です。遠目に見ても体格差がよくわかります。佐賀司と我賀丸、1m67cm、127kg、いわゆる第二新弟子検査で角界に入って、先場所は新入幕幕内も務めた佐賀司、グルジア出身、3人目の入幕のチャンスを迎えている我賀丸。我賀丸は西の十両筆頭、佐賀司は今場所十両に下がって東の十両筆頭です。連勝スタートの我賀丸と連敗スタートとなってしまった佐賀司です。西十両筆頭、グルジア飛び入り出身、木瀬部屋十両最後の取り組みであります。十両で2番目に重い体重の我賀丸、202キロ、身長は1m85cm。 佐賀司は十両、さらには関取の中で2番目の軽量、127キロ、 1m67cm です。佐賀司に向正面刈谷さんに話を聞いてもらいましたが、刈谷さん、稽古でですね、何度か相撲を取ってるんですけれども、とにかく重いですと。まず当たったら動かないし、押し込めたと思ってもそこから押せないということでね、ただ今日はどうしましょうかねと、横から崩そうとすると逆に相手の圧力で自分の軸がですねぶれてしまうんだという話をしてますね。ですからやはり中に入って下から相手の重心を後ろに持っていくような、そういう相撲を取りたいですという話をしてますね。なるほど。できれば前回しを取ってぐっと引きつけるような形、でも最近やってないからな、恥ずかしいなみたいなですねちょっと悩みがあるみたいですけど、とにかく立ち合い深く中に入りたいと言いましたね。なるほど。まあ、本人はですね、東の筆頭ということで、知らず知らずのうちにちょっと意識してるのかなということで、2日間はちょっと硬さがあると言ってましたね。今日から思い切った相撲を取りたいですという話もしてます、思い切って取るにはこのように的の大きい我賀丸、それが実践できると思いますが、尾上さん、はい、横から崩すよりも中に入っていこうという考えのようですね。そうですね、まず当たることですからね、そうしないと ね、中にも入れないし横にもつけないしね、そういう当たる力も持ってますからね、佐賀司さんはね。そうですね、やはり我賀丸の圧力に負けないような下からのぶちかましですよね。ぶちかましておいて前回し、そして中に入ることができるか。制限時間いっぱい、両者の初めての対戦です。低い体勢の佐賀司、左が覗いて我賀丸の攻め、入ったか、腰が入ってしまった、押し倒しました。我賀丸3連勝、佐賀司は3連敗。うまく入ったかと思ったんですけどね。そうですね、圧力押されましたね。入りかけて足まで取れそうだったんですよ今。足を取ろうという決まったんですね。ただそこでこの我賀丸の初回が佐賀司にのしかかるような形になって押し倒しです。激しい相撲、我賀丸勝って3連勝としています。ここまで尾上親方の解説でした。どうもありがとうございました。どうも失礼しました。それでは